武道というものはですね、絶えず現実というものをしっかり把握していなくては、まあ、いけないことなんですね。ですがどういうわけですかね、その小さな武道のテリトリーの中でね、頑張っちゃってる人が多いと。そこでですね、今はですね、地球から宇宙に行くと、もう地球からすでに人類はですね、脱出して世界にもう向かっていくと、世界、宇宙の世界ですね。ですからですね、自分のやっている武道ですね、一つの武道、それがですね、非常に、閉鎖的に自分自身鎖国の中に生きているんじゃないかと思いませんとね、絶えず開国して明治のご維新があったようにですね、世界を見ると、まあ武道の世界をですね、もっともっと大きく見ないとですね、本当の格闘技というものはね、廃れていってしまうんです。本当の武道をですね、把握しようと思いましたらですね、もっともっと、まあ日本の鎖国の国が開国して世界に発展したようにですね、世界観を持って生きていただきたいと。それと同時に宇宙観も持っていかないとですね、本当の武道、格闘技の本質というものを誤った道に持っていってしまう恐れがあるのです。ですから今日これから、作ります格闘技、武道、これは本当の武道とはどういうものであるかというものをですね、よくこのビデオを見てですね、認識してください。今の技ですね、相手が殴ってきましたのをね、これで取ってこう倒していきますね。その空間でたくさんの技が実戦の場合にはあるということですね。それから今やったのも自然体で言います。それで一度これで構えてますね、どこの構えとかですね。でもここでもう殴れるしね。実戦の場合ですね、そういう場合にはですね、構えが後から来て、その構えのままに構えを変化していけるような動きをまず覚えることがとても大切なんです。 OK、 はい、こう来ますね、こう行きます。これで相手の刀を押さえますね、押さえられますね、こうやってね。はい、それでこっちに持っていきます。このようにね、これで相手は全然動けません。こうやって押さえていくということですね。もちろん自分もここで刀が抜けるということです。はい、 OK、 はい、じゃあ刀を取りましょう。はい、 OK、 はい、こうきますね。これの場合こう表逆に取りながら殴るんです。こういう空間がとっても大事だと。技一つにですね、執着していてはいけないということを覚えておいてくださいね。はい、だからこれ押さえますね、このまま。はい、 OK、 はい、蹴ってくる。おほら、こういう動きがとっても、全然格闘技とは違って決まりがないわけですね。こう押さえていくね、これで。この間に刀を抜いたり武器を使うわけです。
はい、行きます。こう持って持ちますね。こっち持ってこのまま、実践の場合はこういうふうに変わっているということですね。ルールがないということですね。それから武器が絶えず使えないといけません。はい、相手殴ってきます。でこうなるわけですね。今度逆に持ち帰る。はい、殴ってきた時にこれ三振の構えになるんですね。三振の構えやりましたね。それで次行かれるわけですね。いろいろな武器が使えるということですね。相手来た時にこう使いますね。見えないね。殴ってくればこれで入ってるわけですね。こういうふうに武器が使えないとダメだと、ね、あるいははいこうやっていく、こうだ。これね、こういうふうにいろいろな武器を使えないといけません。目つぶしを使ったり、忍術、あのいろんな道具を使うわけですね。じゃその次のちょっと動きをやってもらおう。ワン、ツー、キック、スリー。はい、わかりました。オーライ。はい、ワン。ここ大事です。こう軽くね、強くやらなくたっていいね。はい、軽くやることを覚える。はい、ワン、ツー、こう、こうくればいいね。この空間がとっても大事なんです。空間に武器が使えなくちゃダメね。この空間で武器が使えなくちゃダメ。ワン、ツー、使える。アンダースタン、ね、このワン、ツー、スリーのところが大事ね。だから一生懸命あのぶつかり稽古はしないことですね。絶えず自分でも空間を作ることが大事ね。こう上げるだけでいいね。やっぱ下ろし方が違う、入ったか、大丈夫か。こういう空間ゆっくりとやることはまずもこういうこっち手で下ろす。この手でいってるってことね。全体感でいく。オーライ、スタンド、行こう。オッケー、はい、ワン、はい、こう来て、この体で行くっていうことがこれがとっても大事ね。今のあのリングですとね、1対1、
まあスポーツ化されてますね、1対1っていうのはね。どっちかと言いますとね、要するに結婚は1対1じゃなくちゃいけないようにね、全てその武道もですね、社会情勢もそういうふうになってきちゃったと。だからまあ要するにある意味においてはですね、浮気するだけのねパワーがないといけないわけですね。一対二でも平気にならなくちゃいけない、男はね。ただしそのウグイスの谷渡りにならないようにしてください。はい、 OK、 ゆっくりね、ワンツー、こうきますね、こういうふうに取りますね。はい、流れてくる、こうくるんです。ここはいらない。足がとっても大事だってことですね。足と指が大事だってことね。OK、 これが大事だってこと。これいくつかやってみましょうね。はい、ほら、こういうのがとっても大事ね。これを引っ張るね。これ引っ張ったら大丈夫。二人の方がかえって将棋倒しみたいなんでね、楽なんですよね。驚かないことね。OK、はい、首持ったっていいしね、横持ってもいい。はい、こう投げられないのね、こうやって投げられても平気。OK、ですから1対1じゃないで1対2の方がかえって有利な場合があるわけですね。こういうことも覚えておいてくださいね。はい、力も何もいらないんですね。オーライ、はい、
これはこう足で持っていきます。わかりますか？こっち足も、これが大事ね。落とすの、これね、こっち持って、おお、折れちゃうかな。あれ、キックオッケー、はい、キックオッケー、キックオッケー、オレ。これ全部押さえてるね。OK。
ですけど、これから。持たすときにもその金玉行くようにとかもう手を持っていくことね。So you gotta, when you, you gotta like kind of sort of control when he grabs you, so that you make him kind of bring your arm to where you want to go and bring your arm into like where you can grab. 取ってくるから入ってそこに持っていくことね。そこがポイントね。So when he grabs you, you just have to let him sort of bring it. こういくだろ、似てんだろ。Bring it to where. ここにいたとして取ってくる。こっちです。うん。こう持って。ああ。ちょっとこっち。これが大事。Understand?アンダースタン、ね、取らせるようにもう勝てるようにどこへ持っていくこと。Make him grab it where you want him to grab it, where you can win.これがポイントね。あと肩が大事ね。はい、いいよ。どこから押さえてきてもいいよ。首を押さえてね。これ大事なことは一番ね、ここに手を入れることね。空いてるところを入れることです。はい。肩をつく。首と一緒に曲げて入れることが大事ね。で、手だけ入れるんですよ、こうやって。浮くだ。そうすぐこう取れるね。すぐにこれも殴れる。はい。これをこう、首を向いて入れることがとっても大事だってことね。こっち来る。
はい。こう。はい、これ締めてきますね。ここに入るとね、はい、これでこう締めるようになってるわけね。この間はみんな構えになってる、さっき言いましたね。はい、どうに押さえてきても。こう構えね。どこの構え。はい、OK。どんどん捕まえてくるね。はい。こうこの構え。はい、どうに押さえてきても。座ってばかりちゃいけないね。その時期いろいろな動きが大事ね。相手が捕まえてきようと思ったら、これこう入れるのよ。OK。そうすると、ここに空間ができるわけですね。これがこう入ってる。こういうんですね。こう入れておくと。わからない。これ入れますね。ね、これ入れる。アンダースタン？ね、次抜けるということね。はい。こう入れるね、こうやってね。これがとっても大事。で、あと肘を上げる。どっちでも抜ける。これをこうここにこう入れますね。まずここでさっきやったこの外へこう握り拳を入れていくと同じですね。やっぱりこの中にもやっぱりこうやって入れておきます ね。そうすると次に目つぶしでもできますね。まず目つぶしを巻くときここで折って全部投げない。これだけで近くだからいいですね。で、向こうから来るね。はい、そこでやればいいですね。わかりますね。はい、もちろん、はい、OK。ここでもってこう入れておきますね。こうやって入れておきますね。こうやってここ入れておきます。あ、こう。じゃあ、すぐに。手裏剣でも投げられるわけです。このまま投げられるわけですね。彼を盾にしてね。
分からない相手が殴ってくるパッパッ元来ですね、今までの今一般的に思われていますねブドウはですね、皆さんが考えていることはですね、勝つことだけを求める、これが格闘技であると錯覚している方が多いんですね。まあそれはそれで結構ですけども、やっぱり負けないことを知るということが僕はとても大切だと思うんですね。勝つことよりも非常にその強い、あるいはその高度なそのテクニックが、その負けないという技の中にはですね、あるいは負けないというフィーリングの中にはですね、素晴らしいものが多いんですね。ですから武道ではその負けないということを優先しましてね、護身術ということにしたんですが、武蔵流の体術なんかでもそうなんですけれどもね、勝ち、相手が求めている勝ちたいということをね、あげるんですね、その人にプレゼントしておいて、そして勝つと、負けているようにして実際は勝っているというふうなのが、まあ弱を示して強に出ると、まあもう一つ言えば負けを示して勝ちに入っているという、そういうその武道の本質的な、ルールって言いますかね、こういう場合ルールという言葉を使っていいと思うんです。そういうものがあるということをですね、皆さんちょっと知っていただいて、これからそういう方向の技をちょっと9つばかりやってみましょう。はい、相手が掴んできますね、この時にこっちには力入れないことですね。相手が掴んできたら一応答えていいです。こっちでね、握ってもいいですね、一応ね、ここが広がります。すると同時にこのままで肘を向こうに出します。そうすると手が取れるわけですね。相手が取ってきたらまず握る、で開く、これが大事ですね。ですから相手が例えばグッと掴んできたら、この武器をこう握る、これも同じね、こういうふうに使えるわけですね。それと同時に握られて肘が自由に動くようにね、こうやってね、いいですかね、握られたらこの肘を自由にする、あるいは肩を自由にする、これが大事です。次の技が生まれてくるわけですね。相手に取りたいって言えば取らせるわけですね。ね、これがとても大事。肘で持っていく、これ。こっちを使える。とこれで投げることができる。肘で持ってコントロールする。こう持っていってね。でポール、OK？ OK。相手が殴ってきますね。こう取るんですね。こっちをもうこう取ってますね。こう取るんですね。わかりますね。でこちらへ足でこう押さえてますね。それで左取る。それでこの頭をこうやって押さえてくるんです。でこれでこう持ってくるわけですね。はい、取ってきますね。体をつけてきます。肘が大事ですね。
はい、こう取りますね。はい、これで効かない場合はこっちも回る。そうですね。体全体をこう押さえる。いろいろ回る。はい、やはり彼が掴んできて肘を出すってことは刀が抜けるわけですね。この前ね、すぐに抜けるわけです。ね、肘を中心にしていろいろな風に動くということがとても大事ですね。ですから相手が掴みたい、欲しいっていう、こっち行く、これでもう逆になる。この時大事なことはですね、しっかり持たれない、膝で逃げるようにすることね。膝でこう肩を落とす、こうね、ここへ力入れないで手でキャッとこう膝と、はい、持ってていいよ、こう頭一緒にパーってやったら危ない。これを覚えることですね。ね、ですからこれをパッとすぐ打てますね。わかりますね、この方法を覚えてください。膝と背骨と肩、ね、これを脱力させると、はい、ね、オーライ。はい、後ろから来ましたね。後ろから来るんですから、はい、こう、こっちに来ることが大事ですね。アンは前に出てきますから、あれ、これが大事ですね。はい、戻ってきて、うわっ、 OK、 来る、こういうふうな方向もありますね。はい、次にあれ、こう、肘を、あ、そうです、足を回すことですね。これだけです。これで決まる。膝を自由に使うこと、背骨を使うこと、肩を抜くこと、これをよく稽古してください。ここに取れない時があります。無理に取ろうとしないことです。こう、相手が掴んできます。これも情報で分かってますね。それと同時に自分で舌を持つことが大事ですね。これ下のこの握り手を全部ここで襟で取っちゃうということですね。これで押さえてます。そうするとこのこれでもう親殺しやらなくて子殺しになってるわけです。それでこれ取ればいいです。はい、回してみましょうね。
これでね、巻き取っちゃってるわけですね、こうやって。もう小殺しになる。それで待って。取っていくんですね。ですから、ただ単なる親殺しでもこれだけ取ってるような格好してますけども、ここに虚実がある。こっちで小殺しを取っているということですね。わかりませんよ、これですとね。これ持たなくても、ここにこっちで巻き取っていますとね。そうするとね、はい、アンドリュー。パンチを受け。横に逃がす。こういうふうに、はい、パンチ。こういうふうに。これも同じですね。初めから小殺しを取ろうと思わないことですね。このこう親殺しを取っていくんですね。初め親殺しを取って、大丈夫？こう取ってきますね。そうするとここは開きます。これを今度体でこう取ってきますね。こうやってね、こう OK。 次の技が効くように、これでみんな構えになってるわけですね。これ一本でこれ最後ですね。わかりますね。はい、小殺しの場合相手が殴ってきます。パンチ、アンチ。これがとても大事ですね。パンチ、体で。ほら。小殺しの場合もですね、すぐに取らないと。これをつけておくことがとても大事ですね。この体の振りがとっても大事です。小殺しの場合はですね、まず親殺しから行って小殺しを取るというのが取りやすいですね。でなかった場合はですね、相手の向こうを持つわけですね、強く。そうするとこの小殺しが入ってきますね。そしたらすぐにこの技で入っていくということですね。ですからその局部的なものを取ろうとしないね。相手が殴ってきますね、はい、するとこの子で入る小殺しがね、はい、これで入る。これで取ってきても動けます。いいですか、ね、形にそうすると刀も抜けますね。相手の武器も取れる、自由に取れるわけですね。はい、動いてみな。
相手が技をかけてきますね。まず自分の腰でもって相手の腰を砕く練習をするんです。 OK、 でこれも腰砕けてます。そこを入れる、相手の腰を砕く練習をすることですね。よっ、ね、これでもう相手が腰を砕く。OK、 相手の腰を砕くこと。 OK、 いや、これも腰砕く相手。オーライ、はい、OK、 長いぞ、 OK、 やるし、やるし、これで腰砕けてる。この蹴りはですね、蹴りっていうのはね、そこでダメージを与えるために蹴るばかりじゃないんですね。これは牽制するもんだと。わかりますね。ほら、だから蹴りは本当に蹴り倒す場合もあるけども、牽制する場合もあるわけですね。いろいろなものがあるわけですね。ほら、ね、そういうふうに蹴りっていうものはこうやって蹴る。まず、蹴りはそういうふうにですね、一発でパシャンと蹴るばかりじゃないということを覚えてくださいね。牽制する蹴りだということを覚えていく。こういうふうに変化していく。これがとっても大事ですね。ね、こういうふうに変化していく蹴りを覚えてくださいね。一発で決めるんじゃないということを覚えてください。それから相手がついてきますね。とこういうふうに蹴ったりするわけですね。ですから八本切りっていうのは決まっておりません。敵の攻撃に対してもそうですけども、自分で攻撃をしていってもですね、相手の足を踏んだりして蹴るわけですね。全然違う蹴りをするわけです、ね、これを上げたともとしていく。こうやってね、変化していくんですね。たまには蹴りも手も蹴りだと思うこと。ゆとりを持ってくださいね、みんなね。この足をね、はい、ここに持ってくるのね。蹴ろうと先思わないことね。OK？ 持ってくる。それで蹴る。わかりますね。これ一生懸命蹴らなくていい。当てるようにする。それから大事なことはね、はい、これで上げますね。そしたら向こう落としていくね。こういった流れることが大事ですね。中入ってくるね。そうでもいいけ。ほら。ですからこれ蹴り砕きと書いてありますけど、これ当たんないだろうと、このデスタンス平均になるように、はい、ここへ来るんだ、ここへ持ってくる。それで
このを蹴るわけね。ね、蹴る。これが貴重の構えになれるようにすることがとても大事ですね。であとはどっちでも。ほら、ね、だから相手が崩れるわけですね。要するに体が砕けていると。ここだけ砕くで、手だけ砕くつもりじゃダメね。相手全体を砕いちゃうつもりでいることね。これがとても大事です。はい。はい、これで砕いてんじゃないってこと。その次をこう砕いてること。OK? Understand? これが大事ですね。そこの投げるとこだけ砕いてない。ね。これだけで砕いてない。あと、みんな砕いてる。これ、ね、もっと大きな砕き方を覚えておいてください。ね。同じね、ここでいたか、大丈夫か、これで決める、わ、ミスはできない、こう、それで蹴り倒す、ね、釣り鐘と同じ、これで殴る、で剣の使い方がたくさんあるわけですね、ね、来て、はい、来て、あいつにこう合わせて、その相手が倒れるわけですね。だから狙わないよね。ここに凶器が持ってた場合なんかね、やっぱり相手が来た時にこう行くと刺さりますね。危ないけどね。そういうふうに使うんですね。よくタイミングとパワーとよく知ってください、ね、それで相手を砕くということを覚えてください。はい、これこっちに来ることが大事ですね。相手の攻撃が絶対に避けられる位置にこっちで殴るよりも行くことね。これ行くことね。入れますからね。これがとっても大事ですね。だから手先で避けない、体全体でかわせることを覚えてくださいね。 OK、 パンチ来てるね。すぐ上げる。技をかけなくてもいいんです、ね、この方向、止まずに早く OK パンチ OK いやーってこういくね。これが大事ですね。ほら、でパンチ、こう、わかりますかね。殴ることよりもね、体全体を砕くことを覚えておいてください。絶えず砕きという字が入ってきたら、そこだけ砕くんじゃないんです。全部を砕くつもりこういけばいいですね。行かれますね。こう行かれますね。すぐ行かれますね。こう行かれます。OK。はいよ。わかりますか。ね、名前が一つの点に過ぎないということね。それで縁があるということですね。それを覚えておいてください。その技にとらわれないでください。そうすると相手の技にも引っかかりません。
はい、こちらへ来ることが大事ですね。殴るというよりもね。オレ、はい、そこでいろいろな剣を使うわけですね。剣をですね、いろんな骨法術の剣があります。それを使うわけです。一応下げます。はい、ここへ行きます。これがとっても大事です ね。それから足を使うことがとっても大事ですね。こうやってね、今までの応用技をやってみようと思います。例えば親殺し子殺しですね、どんな風に使うかですね。例えば相手が胸を持っています。これはまあ情報ですから、このままにやっておきますけどね、そしてまあ彼が殴ってきますね。パンチできますね。これ取らないでおきますね。はい、相手殴ってきます。その次にこう取るんですね、この親殺しをね。こう取っていくわけですね。そうすると両方こういうふうに取れます。はい、その次後ろから殴ってきますと、今度はこっちに来るわけですね。はい、今度はこういきますね。それで小殺しを取るわけです。順番に取ってきます。こういうふうに、わざとゆっくりやったのはこういうわけですね。あ、これで動けません。はい、動いてごらん。手が大きくなってるわけです。動いてもいい。こういうふうにね、技はいらないということですね。手を知ればね。はい、よし。これ親殺しですね。三人殺し。次はあの腰砕き。これを応用した技をやってみましょう。相手が掴んで背負いを受けて、腰を砕くことがとっても大事ですね。OK。はい、やってみます。これで腰砕きます。お、大丈夫か。はい。相手がここに来ますね。こういうふうに決めていくわけです。前の技がつながってくる。え、動けるかな。はい、動けるかな。うん、ぶん殴っちゃってる。うわぁ、腰砕き、これ一つのもので全部が砕いていくことを覚えておいてください。
はい、これゆっくりやりまして危ないですから、これ急にやるとね、取れますから。蹴り砕き、突き砕きもですね、武器が使うとこういうふうにいろいろと、変わってくるわけですね。はい。ですから武器を離すことをよく覚えておいてくださいね。はい、OK。はい、こう。こういうふうに使えるわけですね。これで。はい、これが大事ですね。こう肩で。Aujourd'hui, nous avons vu les techniques des Hajutsu Kyuho ainsi qu'une approche debout et au sol du Budo Taijutsu pour montrer bien les différences qui existent entre les sports martiaux et les arts martiaux. In the last technique that was demonstrated, Hatsumi Sensei kicked the bow staff and the end of the staff struck the knuckle on this thumb here. In essence, it's similar to the feeling one would have with oya goroshi, in other words, attack against the thumb. So here we have, with one technique, we have another technique blended in. The feeling when Sensei demonstrates technique is, a very scary feeling. Sensei is always in a position where he's able to do anything to you and you're not able to really defend against it. Also, I hope that people watching this video will understand that the real martial art that Sensei is teaching cannot be taken with a camera. So it's very difficult. I think the difference between a real martial art and the sports martial arts is that you cannot see the real martial arts. It's something you cannot see, you must experience it. And it's a very frightening experience. So I hope everyone has a chance to experience these true fighting arts.